大貝通りという言葉と出会いました。大貝通り、これ漢字で書くと桜、梅、桃、すももって書きます。四文字熟語みたいなやつなんですけど、実はこれは、仏教の言葉というか日蓮の言葉です。すごく素敵な意味があります。大貝通りの意味は、桜は桜の花を咲かせて、梅も梅の花を咲かせます、桃もすももも似ているようで違う植物だから、梅は桜は梅の花を咲かすこともできないし、桃もすももも変わることはできないんですよ。で、何が言いたいかというと、人間も一緒で、僕はあの人になれないけども、僕は僕だけの花が咲くと、僕だけのタイミングが、それぞれのタイミングでそれぞれの花を咲かせて、それぞれのタイミングで枯れていく。つまり、人と違って自分はそれでいいんだよと、ありのままでいいんだよみたいな、そんな言葉がありました。すごく感動して、その言葉と出会って作った曲があるんですけども、その曲を、その言葉と出会って改めて僕はもう一度自分を試したいということで、沖縄を離れてまた2年間旅をして、そして3年前に帰ってきました。そんな、自分が一番苦しんでた時に作った曲を歌います。大貝通り。Yeah.